では今からちょっと切っていきたいと思うんですけど、このね、葉っぱと葉っぱのこの境目ですね、ここね。そしてまたこっちの葉っぱと葉っぱの境目、これを対角線に折り結んだところに包丁を入れます。こっちもそうですね、葉っぱと葉っぱの境目と、まあ、ちょっとこれ分かりにくいんですけど、ここに葉っぱと葉っぱの境目があるんで、こんな感じで包丁を入れます。じゃあ行きましょう。これにしたらよかった。で、まあこれまたここですね、葉っぱと葉っぱの境目、この辺りかな。お、うまい。まや。すげえ。種が出ない切り方です。種出る切り方が、この葉っぱの頂点と葉っぱの頂点を包丁で切り目入れる。で、こっちも葉っぱの頂点と葉っぱの頂点を包丁で切り目入れる。そしたら種が出るらしいんで、じゃあちょっと一回これだを1個だけピュッ一と。個やってみましょうか。それでこっちをちょっとだけ移動させてもらう。じゃあこれのここやね、この部分中心からやってみましょう。いきます。ああ、これ種ない柿やから。ああ、そうか。いや、まあ、多少はあんねんけど、あんまりないよこっね。ちやってみようかな。ちょっともう一回やってみますね。種なし？完全な種なしなの、完これ。全ではないよ。奈良県のね、西吉野の柿なんですけど。あ、一応でも、あ、西吉野の柿とか言ってるから、種なしと、ああ、どう？これもほら。ああ、ないんかな。うん、この前食べたらあんまりなかったほぼなね。かったよ。1、2個しか。そう。じゃあこれではあんまり検証にならん、もしかして。ほんまやな。種ありじゃないと、あれやな。意外と安物の そうやな。ええか。ていうか、微妙やな。ほんなら、この種あり。なんそうかですね。ね、さっき切った時にさ。ちょっとこれだけやらして。なんか多分やけど、この部分に種ができる部分やんそうか。やな。でもさっきさ、斜めに切った時もさ、これっぽいとこなかった？あったな。だから結局これ柿が種がないから分からんのよね。はい、というわけで、まあ、今回の検証はちょっと不発に終わりました。これまたセカンドチャンネルぐらいで出しとこうかな。せな これメインチャンネルで出されへんわ、これ。けどネットで洗ってね、ワックス落とすっていうのは結構いい情報になったんじゃないかなと思います。今日これだともしかして皮も結構柔らかく食べれる？食べれる。ね、柔らかく。ちょっとネットでね、ちょっと柔らかくなってるんですよ。いただきます。結構皮も美味しく。まだメインチャンネルで種あり買って、切り方をご紹介します。あと皮のね、調理法っていうのもね、今実はちょっと研究してるんで、そちらも晩飯チャンネルのメインでまた近日中に公開できるかなっていう感じです。はい、ありがとうございました。協力つぐみでした。牡蠣は。いや、俺前から言っとってんけどな、牡蠣は全然皮でも食べれると前から豪語しとってんけど、あんまり誰もやってない。リンゴもそうやん、よう皮むけど、あれも結構。まあ、リンゴは結構みんな皮ごと食べるけど、牡蠣は比較的皮を捨てるな。なんでやろうね。まあ、ものによっては分厚いやっから。ぱな、硬いのは硬いね。確かに。これはいけるけどね。この牡蠣は全然。ものによんねんな。まあ、今僕らが食べてる牡蠣はかなり、なんていうかそういう。品種改良された柿やもんね、今現在食べてるやつって。これちょっとナイフがでかすぎるな。包丁がね。これを何、今から
電子レンジで。何やった電子レンジのレシピ、私見てる。400、500ワット3分とか、そんなんやな。裏、表3分、裏3分ぐらいな感じで。うん、